最近僕ライトゲームこれワンボックスが多い、ね、こういうワンボックスが、これ冒険用品、水口さんのところのプレデターバッグの S サイズ、これが S でこいつは XL なんだけどね、うん、これ1個あったら大体何でもできちゃうんで、まあ今から小旗やるのでこの辺の約3インチくらい、 2.8 インチか、諏訪社の 2.8 インチプロトと、うん、ジュラクローの2インチワームはこの辺でいいでしょう。はい、と一応リーダーを、まあ小旗なんで 1.75 を予備で入れときましょう。あと何使おうかな、ジグヘッドこれかな、僕はスナップ派なのでスナップ常につけます。まああのワームにしたりハードルアーにしたり、結構僕交換が激しいので、リーダーをねいちいち切るのがあまり好きくないので、傷んだらねやっぱり詰めて短くして結び直すけど、まあスナップだと早いよね仕事が。なので今パッケージ捨てちゃったけど、僕お気に入りで使ってるのがこれ、ボンバダアグア、ボンバダテルさんのとこのオーボね、あの細いんだけど あのすっごい硬いの、これ硬いの嫌う人もいるけど、僕はすごく気に入って、うん、あのメバリングでも使ってます。で今入れたのがこれ、S、 これ S じゃないよ、1、こっちが0番、これメバリングで使う方。今日は小旗なんで、ね、別にスナップ大きくても食ってくれるんで、つけやすい方の1、こっち0番、1番。はい、こういうのも用意しておきます。ここも入り江の奥なんでね、メバリ用のジグヘッドでもうやるんですけど、普通にこういうシーバスジグヘッド、これ7グラムなんだけど、ここはいらないと思うんだけどね。あのこんな、これが30フックね、これでもね全然20センチ以下のね旗はね食ってきます。口でかいからやつらね、こういうのよく堤防で使うんだけど、ここはそこまで必要ないかな。ちょっと試してみたいのがこれダブルフック、根掛かり対策でダブルフックつけてる、ブルーブルーさんと僕とのコラボ企画で今テスト中、プロと開発中なんだけど、まあ根魚に向くようなこうボトム向きのプラグ、あとまあ往年のというかねアメリカンルアーですけど、こう鉄板の平べったいやつ、頭に進化ついてるの、こんなのとか、これはワームにフックがついてるやつ、こんなんもちょっと試してみようかなと。手始めにジグヘッドリグで、ワームリグでジグヘッドでいきましょう。まあいるかいないかをチェックするのにやっぱ早いよねワームって、そういう意味じゃ、うん、まあこれで釣れなきゃいねえだろうっていうね諦めもつきやすい。いきなりハードルは投げてね、いるかいないか分かんないのになかなかモチベーション保つのも難しいから、とりあえずワームリグから行ってみます。よし、つけるワームはねこれ今瀬戸内はノッコミマダイの最盛期、もうちょっとすると産卵に入って釣れなくなって、産卵から抜けるとまた釣れ始めるんだけど、今ねこれこれ見て、プロトがね今の瀬戸内の昭和マダイで大活躍してるの、これスワールテールシャットのねダウンサイズバージョンで、ね、2.8 インチちょうどおいしいとこ狙って作ったの。これがねマダイとかねキジハタがあのショーラインでショアラインでねマイクロベイト食ってる、キジハタや
マダイにね、すっごいよく効いてるんですよ。まあ、こいつなんかが、小旗チェックするのにぴったりでしょ。ちょっとフックがちっちゃいね。僕としてはもう少し大きくしたい。これでいってみましょう。真ん中させてないよ。よし、バッチリです。さてやってみますか。あのベイトはね、見える。何魚、ちょっと種類わかんないんだけど、3センチ、4センチくらいの小魚がここへね、たくさん群れてるのと、時々15センチくらい、すごい透明感のあるベイトフィッシュがスーッと通ったりしてるので、可能性なくはない。ただこの奥までそのフィッシュイーターがちゃんと入ってくるかどうかはね、本当やってみないとわからないんで、まあ、とりあえずやってみますね、このブレイクを中心に。よし、行ってこい。飛びすぎる。今これジグヘッド5グラムなんだけど、スティーズ CT ですごい飛んでます。釣り方は 4,5 回巻いてテンションフォール、基本これだけでいい。 1,2,3,4,5 このぐらいのスピードでね、でテンションフォールで再着手を取る。いればそれだけで食ってくるんで、1,2,3,4,5、まあ旗でなくてもカサゴもね、全然巻きで追っかけてきますから。まあ基本動作を見てもらうためにも、ここは静かでちょうどいいですね。はは、ハゼのようなものが足元の岩場にたくさんいるね。いるね。まああえてね、あの入り江の奥から始めてんだけど、無理に皆さんこんな真似する必要はない。ただ僕ちょっと興味本位で、この奥にいたら面白いよねっていうんでやってるだけで、うん、やっぱりあの旗はこういう入り江の奥よりね、外洋に面した方が絶対的に数は多いので。ただ稀にね、この入り江の奥にね、小旗がたくさんつくことがあるのよ。そういうのに当たろうと思うと、やっぱり始終こういうのやってないとね。誰もこういうところで釣りしないからこそ、あのたくさん魚がね釣れることもあるので。やる価値はあるんです、十分。で釣れるもんならもう釣れてる。それくらいね、あの寝魚ははっきりしてるから。これ今仕事をして何のバイトもないってことは、とりあえずこの辺いない。だから粘ってもしょうがないね。もうどんどん打ってどんどん移動する。フリーフォールでやるときと、どちらかがいいかはね、やりながらチェックします。意外に早く映えてるでしょ。これはね、あのある種昼の釣りの、あの重要項目。ナイトの時みたいにね、あのスローに誘うと、昼間はねルアーがはっきり見えるので、見切られることが多いです、いくら寝魚といえど。だから昼はピュッストッとかね、そのなんだろうな、スピードで偽物だよっていうのをこう見せないような釣り方しないと、つまりリアクションバイトをね、あの呼び込む、リアクションに頼る釣り方の方が結果が出やすいです。
うん、いないようですね。じゃあ次の場所。さて場所変更。さすがにねワンオークは、魚がいませんでした。まあまだ夏じゃないので小旗ゲームと言いながらね、やっぱり真夏のあの降水温気にならないとなかなかそうたくさん釣れるもんじゃないんですよ。まだ5月なんでね。ということで、ワンオークからちょっと出てきて外海にね近いところの堤防です。ちょっと急な大雨が降った後なんでそのせいかゴミがいっぱい浮いてんだけど、まあいい感じに岩もあることだし、この辺から再開してみます。5グラムでもね相当すっ飛んでいくつ。最近はこういうこうしなる竿とでリールがとにかく良くなった。フィネス機じゃないんだけどこれスティーズの CT は3グラム5グラムがねすごく快適に扱えますよ。ちょっと乗りが悪いのでリーリングスピードをね今度は少し遅めに、メバル釣る時くらいのスピードで。遅いとね意外に食わなかったりするんだよ。当たるんだけどな。うん、これは釣れる魚じゃないな。とってもちっちゃいやつが食ってきてるみたい。ちょっとゴミが少ない岩場の向こうからやってみましょう。ここから岩の付け根までを ここはジグヘッドが岩にゴンしくた来た。やっぱりこのチビガシーだよ。チビガシー今日の一発目。かわいい頭くん、いいじゃない。うん、いつも癒してくれるよね笠子くんは。イエイ。まあ足元の捨て石周りは有利なのは間違いないんだけど、あのマハタとかアオハタの子ってね意外に砂地が好きなんです。だから岩があんまりないよねと思ってもね意外にねまとまって釣れたりすることもあるので、そこもあの小旗ゲームのね面白いところです。この岩の中からドーンと夕方の中からでかいの出てこないかな。やっぱり人が釣り人がたくさん来るところだから魚少ないかもね。あわよくばあの闇旗がいないかなと思ってやってんだけど、同じ四国でも愛媛の愛南エリアはねもうヤミハタ釣れてるんですよ。明日こうわあすごかったね今ドドドドだってなんじゃ今のは。あ尻尾取られた尻尾取られましたこれドドドド尻尾取られたけど、まあこのままやってやろう。今のはカサゴっぽくなかったぞ。なんだろう、
おお、すごいな。なんかいるな、すごい。がっぷり来ないんだよ、でも。なんだ、あいつは。サボがゴーンと入るぐらい食っていくんだけど。なんで乗らないんだろう。ちょっとね、角度を変えよう。向こうから攻めよう。こっちから行こう。すげえな、このゴミが。風がこう吹いてるか、こう溜まってるから、向こう岸の方がいいかもね。やっぱりあの石際でしか食ってないね。あの石から離れたら、よし、食った。よし、おお、来たぞ。なんだこいつは。なんだ、カサゴだ。これ見て、尻尾切れちゃったスワールテールシャット 2.8 プロとカポーンって、こいつかな。何回もかけてきて食ったのは。いや、結構竿曲がるからね、これ柔らかいんで。いや、手乗りカサゴ。うん、ウィーヤツ、ウィーヤツ。うー、どうかも。やっぱり雨の後ですごい濁りが入っとんな。まあでもここは潮よ、動いてるし。すごいね、潮目が出てるの、あれ。うん、ここは遠投したらね、出そうな感じ。この湾深いんだけど、これだけ潮がね通る湾だったらね、あの深いところは大門旗とかも出てもおかしくないんで、タックルをちょっとごついスピニングの方に変えました。 P1.2 号です。この敷石周りもね、こういうところはね結構闇旗が出るんで、足元から探って、足元が済んだら沖へ投げるみたいな、そんな釣り方しましょう。時間はね6時今、15分ぐらいです。まあ1時間あるかないかね、釣りタイムが。ちょっと変わったもん試してみますね。車にワーム忘れてきたんで、アメリカンオールド。変わってるでしょこれ。鉄板の 水平バイブみたいなね、ルアーなんですけど、これヘッドが、ヘッドにウエイトがついてるのでね、メタルジグ並みに飛距離が出るんですよ。ですごいファーストフォールで沈んでくれるので、かなり根坂の向きだなと思ってね入れてみたの。投げるとこう向き飛んでいくんだよね。こうウエイトが前についてるからこう飛んでいくんだよね。でこれがこうタコでいうあの尻尾だから、当然こう飛んでいくから、このウエイトが、これが 14g 2分の1オンスで、抜くと真っ逆さまに沈んでポンポンっていう、あのボトムでピロンピロンもできる。これでまず敷石際をやって、ブロッってなるね、リフト&フォール。カサゴがいれば、カサゴでも食ってくるはず。